続いて9レース出走です。第9レースの出場選手をご紹介いたします。1番大月渡る、1番大月渡る、2番栗原俊介、2番栗原俊介、3番平塚正樹、4番森勝幸、5番三浦航平、6番二村飛龍、7番早川聖太郎、8番中村正人、中村正人。第9レース以上のメンバーで行います。8レース確定ボードは827で点滅が始まっています。最後の一般戦となりました第8レースを制することになります田村二郎選手です。中盤戦まで鈴木誠一選手レースを引っ張りましたが、最後の最後でその鈴木誠一選手を捉えていきました田村二郎選手。このままいきますとシリーズ初日以来の白星ということになります。9レース準決勝戦の思想をご覧いただきました。でこの準決勝戦が0-10の戦い、ここは1号車大月選手がこの準決勝戦になりましてハンデが10重くなりました。ご注意ください。0-3車10戦5車の戦いとなります。トータリゼーターエンジニアリング杯 G2 稲妻賞4日目の模様をご覧いただいています。今日は昨日からモトロとミニがキャリーオーバーしていました。171万1010円のキャリーオーバーですから、今日の払い戻しはかなり大きいものになっているかと思うんですが、はい、まずは多分一番人気だったであろう田村選手が1着飾りました。どのくらい残っているかも注目、後ほどお伝えいたします。はい、さあそしてここからいよいよ準決勝戦です。1つ目の準決勝戦9レース1号車大月渡る伊勢崎ハンデ0、2号車栗原俊介伊勢崎ハンデ0、3号車平塚正樹浜松ハンデ0、4号車森和幸川口ハンデ10、5号車三浦航平伊勢崎ハンデ10、6号車二村飛龍山陽ハンデ10、7号車早川聖太郎伊勢崎ハンデ10、8号車中村正人川口ハンデ10、以上8選手の戦いです。そして9レースは発売締め切り時刻18時27分発送予定時刻が18時30分となります。ご注意ください。では試走タイムです。1号車大月選手3.37、 2号車栗原選手 3.31、 3号車平塚選手 3.33、 4号車森選手 3.30、 5号車三浦選手 3.31、 6号車二村選手 3.32、 7号車早川選手3.32、 8号車中村選手 3.31 でした。では試走 VTR でご確認ください。
ス準決勝戦となります。青木さんの印を教えてください。本命は7番早川選手、対抗は8番中村選手、白三角は4番森選手、バツは3番平塚選手、そして黒三角は2番栗原選手となっています。青木さんは9レースこう見ました。どうぞ思想タイムと合わせてこちらの印も参考にしてください。そして17時47分現在の気象状況です。天候が晴れ、気温は27度です。先ほどの8レースからは一度下がっています。湿度は 48%、 両走路のコンディション、走路温度は2度下がりました。33度、風速は2メートルです。風は穏やかです。春の両走路、走路温度33度です。これからの伊勢崎オートの日程、しばらく場外発売が続きます。川口場外、飯塚場外、昼間浜松、夜川口のナイターとなります。ぜひ伊勢崎オートレース場をご利用ください。続いて伊勢崎オートグリーンスタンド改修のお知らせです。平成29年9月下旬から平成30年12月までを予定しております。そのスタンド耐震改修工事の開始に伴いまして、予定しておりました9月22日金曜日の場外発売を中止させていただきます。お客様には多大なご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。この放送は伊勢崎オートレース場から実況生中継でお伝えしています。結果出てありがとうございます。自分にとってはすごく長い時間でした。取れた時は短いような、諦めないでよかったです。感動的な CM をご覧いただきました。伝統の一戦第26回ともひと親王杯が、開催迫っております。10月6日から9日まで前橋競輪場で行われます。このように伊勢崎オートレースでは前橋競輪との共同事業を開始いたしました。今後は互いの開催告知やイベント交流などを行いながら公営競技を盛り上げてまいります。伊勢崎オートとともに前橋競輪もよろしくお願いいたします。さあ、そしてこの9レースから準決勝戦となりますので、ロッカーリポートが入ります。選手の直前情報を伝えてもらいましょう。八尾明子さん、八尾ちゃんです、お願いします。はい、それでは9レース選手情報をお伝えしていきます。まずは1号車大月渉選手、今節は大幅にパーツ交換を行いエンジンは良くなった、逃げ展開で突っ込みでの乗りやすさがあり自分のグリップワークに反応してくれると話していました。なので今日は微調整程度、足回り関係も跳ねはないし、タイヤも昨日のものかもう1本いいタイヤを当てて考えるとのことでした。続いて2号車栗原俊介選手、跳ねと滑りでまともに乗ることができなかったが、今節腰回りフォーク回りをやって解消できたようです。エンジン状態は突っ込めて自分のグリップ操作ができるようになったし、昨日は熱走路で思想 3.33 出ているし、今日は走路温度が低ければ 3.30 くらいは出せるんじゃないか、今日はその上を求めてキャブ、電気を扱ってあとは気合でと話していました。続いて3号車平塚正樹選手、前節キャブを新品にしたくらいでエンジンは安定している、ただ勝ち上がるには手前とタイムが足りないということでヘッド周りの調整とナイターをあまり走っていないので周りの方にアドバイスをもらって調整していくとのことでした。タイヤは昨日のものが低いので2日目に使ったもので、スタートは練習でも
レースでも自分のスタートは切れていると話していました。続いて4号車森勝幸選手、浜松でピストン交換を行いエンジン状態は良くなった、乗りやすさはあるので直線を求めてセッティングで合わせていくとのこと、タイヤは低いが実績のあるタイヤで勝負していくそうです。スタートは今節通して切れていると話していました。続いて5号車三浦航平選手、エンジンは前節の浜松でもしっくりきていないし今節も合わせきれていないようで、今日は SG の純潔まで使っていたシリンダーに戻してそこからセッティングで合わせていきます。シリンダー交換をして練習に行った感じはまあまあ良くなったかなと話していて、いい重みを出せるようにしたいとのことでした。また昨日のタイヤは滑ってしまったそうで、タイヤは今節初のもので行くとのこと、スタートはいいですよと話していました。続いて6号車二村飛龍選手、エンジンは悪くないけど良くもない、序盤はいいけど後半垂れてしまうそうです。また滑りと跳ねもあるようで、エンジンが良くないからか足回りに負担が来ているのかなと振り返っていました。今日はシリンダー、ピストン、リング交換を行い乗りづらさもあるのでフレーム関係も扱ったそうです。練習の感じは昨日より良くなっていたと話していました。昨日はお兄さんの二村司選手が7レース1着でいいレースをしていたので、いつも緊張しないのに緊張してしまったと振り返っていました。今日は先のレースなどでいいレースをしてお兄さんにつなげたいと話していました。続いて7号車早川聖太郎選手、シリンダー交換を行い感じが良くなった、エンジン自体はいいが昨日のレースは自分で展開を悪くしてしまったと振り返っていました。エンジンはいいとのことで今日は微調整でいくとのことでした。レース前にエンジンをかけた感じも手応えはあるようでした。スタートは今節いまいち切れていない、タイヤは SG の時に使ったタイヤで勝負するようです。最後に8号車中村雅人選手、初日は1着で外も走れてここ最近の中でも一番良かったが、昨日は思想は人並みに走れるのにレースでは全然進んでいかなかったと振り返っていました。今日は手当たり次第調整してみる、最低初日ぐらいまでには持っていきたいと、また手前を出せるようにリング交換をしてシリンダーを前節のものに戻したそうです。練習では昨日の感じよりかはマシになったかなと話していました。タイヤは、前節山陽で使ったものでいくとのことです。続いて天候情報です。天候は晴れ、気温は27度、湿度は 48%、 走路状態は両走路、走路温度は33度、風速2メートルです。こちらからは以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、いよいよ準決勝戦となります。ヨンちゃんの選手の直前情報どうぞ参考にしていただきたいと思います。9レース発売締め切りとなりました。9レース発売締め切りとなりました。たくさんのご投票ありがとうございました。いよいよこの9レースから準決勝戦、1、2着の選手がもちろん優出、そしてこの9レースからモトロとビッグの対象レースとなります。本日もたくさんのご投票ありがとうございました。
さあ、そして9月10日オートレース石狩ではオートレース石狩杯優勝を飾りました、藤本理恵選手の優勝報告会が行われます。ご本人から一度イベントで行かせていただいた石狩杯で初優勝ができ優勝報告会という最高の形でまた呼んでもらえて嬉しいですということで、明日石狩の皆さんに会えるのを楽しみにしていますとご本人からもコメントいただきました。ぜひ北海道の皆さん、明日オートレース石狩さんにご集合ください。さあ、そして9レースいよいよ準決勝戦、1、2着の選手明日優出、勝ち上がりのインタビューも走路内で行われます。ご期待ください。さあ、では9レース実況でご覧いただきます。トータリゼータエンジニアリング杯 G2 稲妻賞シリーズ4日目、いよいよ明日のファイナリストを決める戦い準決勝戦が始まります。今日は鉄馬縁日も行われまして、場内非常に賑わっております。その賑わいの中、8選手が登場していきます。9レース1つ目の準決勝戦、0、10の戦いです。ハンデゼロは31機トリオが並んでいきます。大月渡、栗原俊介、そして平塚雅樹、5人が10戦から、最内は思想1番時計森克行、隣は三浦航平です。三村飛龍、昨日は序盤の展開から挽回して3着に食い込んだ早川聖太郎、そして一番外に中村マストです。森が人気を集め、相手が早川あるいは中村、森は10戦最内からブルーラップが消えていきます。5秒前です。3秒を切ります。第9レース準決勝戦スタートを切りました。ゼロのスタートは栗原俊介と平塚雅樹が出ていく、その後ろ10戦からのスタートは三浦航平、そして7番の早川聖太郎、早川聖太郎が追い上げていく。現在中段の位置、序盤戦栗原俊介先頭、平塚が追っていく展開。3番手現在は三浦航平となっていまして、1番大月のインコース、7番の早川聖太郎となっています。早川が4番手、中村雅人がどうでしょう。現在は7番手あたりか、そのアウトコースに4番の森となっています。先頭栗原俊介、栗原がレースを引っ張る。3番の平塚を追っていく展開、そのインコースに飛び込んだ三浦航平であります。すぐ後ろに控える7番の早川聖太郎、4番手、5番の三浦航平が2番手、3番の平塚が3番手に下がり、そのインコースさばいていこうと7番の早川聖太郎、3番手へと上がっていきました。早川聖太郎が3番手に上がっています。人気を集める森克行、現在は6番手、その前にいるのは8番の中村麻人、今4番手に上がっていきました。先頭依然栗原俊介です。その栗原を追っては三浦航平、さらには7番の早川聖太郎であります。それぞれ2番手3番手、4番手が中村雅人、中村雅人が4番手。レースは残り2周終盤戦、さあ踏ん張れるか栗原俊介。栗原が粘る、三浦航平が追っていく、さらには早川聖太郎、3番手のポジションから2番手を伺っていくが、ここは入れず、前にいた三浦航平が2番の栗原俊介を捉えていきました。ここで三浦航平が先頭、2番手に下がった栗原俊介、3番手並んできた早川と中村、レーサー残り1周ファイナルラップに入りました。まだわずかにリード、3番手早川聖太郎、アウトコース8番の中野マスト、前の2人は三浦航平と栗原俊介であります。もう一つ挙げられるか、早川聖太郎3番手、前は三浦航平。9レース1つ目の準決勝戦、人気3人森、早川、中村を抑えて1位入線。ここは三浦航平、そして2番手に31期栗原俊介、5
527の入選となっています。投票券は確定が出るまで大切にお持ちください。続いて第10レース出走です。第10レースの出場選手をご紹介いたします。1番二村司、2番伊藤昌司、3番金山周平、4番谷津啓治、5番吉原恭介、6番若井智和、7番新井啓太、8番金子大輔。第10レース以上のメンバーで行います。9レース確定ボードは527で点滅が始まっています。1つ目の準決勝戦第9レース1位入選となりました三浦航平選手、そして手前にいたのは2位入選となりました栗原俊介選手です。ここは人気を集めた早川、中村、そして森が後方となりまして、この両者三浦、栗原がそれぞれ1位、2位入選となっています。10レース準決勝戦の思想をご覧いただきました。10レースが0-10の戦い、0-3者、10-5者、ここは1号車二村司選手がこの準決勝戦になりまして、ハンデが10重くなりました。次回は通常開催、昼間開催となります伊勢崎オートレース場、時間十分にご注意いただきたいと思います。さあ、そして、今ご覧いただきました一つ目の準決勝戦は確定です。527の入選です。1着5番三浦航平、2着2番栗原俊介、3着7番早川誠太郎でした。9レースを制しましたのは三浦航平選手、優出権利2着には栗原俊介選手が入選を果たしています。9レースを制しましたのは三浦航平選手です。シリーズ4着5着7着となっていましたが、SG の時のシリンダーに戻した形で結果を出しました。はい、三浦選手242勝目が上がっています。1着おめでとうございます。では確定です。2連単526330円、2連複2と5の組み合わせ1950円、3連単が527 26320円、100番人気、3連複2と5と7の組み合わせ3210円でした。その他の結果もどうぞ合わせてご覧ください。そして9レース制しました三浦選手の上がりタイム 3.405 でした。ということで9レースからは三浦航平選手、そして栗原俊介選手が明日の優勝戦に進出となりました。2選手おめでとうございます。トータルゼータエンジニアリング杯 G2 稲妻賞4日目の模様をご覧いただいています。さあ、レースが2つ目の準決勝戦、10レースとなります。ではメンバーです。1号車二村司、飯塚、ハンデゼロ、
2号車伊藤昌司伊勢崎ハンデゼロ、3号車金山周平伊勢崎ハンデゼロ、4号車谷津啓二伊勢崎ハンデ10、5号車吉原京介伊勢崎ハンデ10、6号車若井智和川口ハンデ10、7号車新井啓太伊勢崎ハンデ10、8号車金子大輔浜松ハンデ10。以上8選手の戦いです。そして10レースは発売締め切り時刻が19時7分、発送予定時刻19時10分となります。時間十分にご注意ください。では試走タイムです。1号車二村選手 3.35、 2号車伊藤選手 3.34、 3号車金山選手 3.34、 4号車谷津選手 3.34、 5号車吉原選手 3.31、 6号車若井選手 3.31、 7号車新井選手3.31、 8号車金子選手 3.29 でした。では試走 VTR でご確認ください。では10レース青木さんの印を教えてください。本命は8番金子選手、対抗は7番新井選手、白三角は5番の吉原選手、×は6番若井選手、そして黒三角は3番金山選手となっています。青木さん、こう見ました。どうぞ参考にしてください。そして18時27分現在の気象状況、天候が晴れ、気温が26度、湿度 54%、 両走路のコンディション、走路温度31度、風速2メートル、こちらの気象状況です。さあ走路の方では優質インタビューが始まります。ご注目いただきましょう。三浦航平選手、そして栗原俊介選手です。おめでとうございます。皆様盛大な拍手をお願いいたします。見事準決勝戦を勝ち上がりまして、明日優勝戦へと挑むこの2人に皆様盛大な拍手をお願いいたします。そして明日の意気込みなどもこの後伺ってまいりましょう。さあ選手が到着しました。改めまして皆さん盛大な拍手をお願いいたします。はい、選手が到着いたしました。ではまず優勝戦に駒を進めた2名の選手にファン代表者から花束が贈られます。お願いいたします。はい、ファンのお二人から2名の選手に花束が贈られました。皆様拍手をお願いいたします。お二方ありがとうございました。はい、そのままマイクの方。さあそれではインタビューを始めたいと思います。まずは三浦選手、栗原選手、輸出おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではまず三浦選手からじわりじわりと来ましたね。そうですね、道中ちょっと怪しい動きだったんですけど、今日は仕上がってよかったです。試走の段階から手応えはあったんでしょうか。今日はありました。エンジンが合わせきれていないというお話ありましたけれども、エンジンの状態いかがでしたか。そうですね、今日は十分な状態だったと思います。タイヤも合っていましたかね。はい、合ってました。スタートはいかがでした。スタートも切れてます、もう全体的に安定していますか。そうですね、今日はすごいいい状態だったと思います。その中で物足りなさは何かありますかね。そうですね、後半ちょっと軽くなっちゃう症状が出てきたんで、そこを修正したいと思います。今日は他にどんなことを手を加えていきますか、明日に向けて。まあセッティングの見直しですね。はい、
はい、伊勢崎ワンツーフィニッシュです。嬉しいですね。そうですね、はい、よかったです。はい、では三浦選手そのままでお待ちください。続きまして2着栗原選手、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ね、拍手が沸き起こっていますが、まあ、ゴール切った瞬間というのはどんな気持ちだったんでしょう。いや、もう後ろに来てるのが分かってたんでいっぱいいっぱいでした。はい、うん、思想での手応えというのはいかがでしたか。思想はめちゃくちゃ良かったです。うん、思想の通りには乗れなかったということですかね。そうですね、レースは軽くて全然ペースが上がらなくてダメでした。どういったところに原因があると思いますか。まあ、ちょっと分かんないですけど、これからかけて調整します。はい、今節は振り返って4日間いかがでしょうか。初日2日目が惨敗したんで、よくここまで来れたなと思います。はい、物足りなさはどんなところに感じますか。全体的にまだ上はあると思います。今日はどんな整備を行っていきましょう。はい、この後はどんな調整を行っていきましょう。その物足りなさを解消するために、明日に向けて。はい、すいません。ヘッド周りとりあえずやろうかなと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。さあ、まだまだお話を聞きたいところなんですが、そろそろお時間となってしまいました。最後にお二方ファンの皆様へ一言お願いします。三浦選手からお願いします。はい、最近しばらく優勝してないんで、明日優勝できるように一生懸命頑張ります。応援してください。はい、ありがとうございます。栗原選手お願いいたします。今節まだ1着が取れてないんで、明日1着取れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ということで、9レースから優勝いたしました三浦航平選手、栗原俊介選手の勝ち上がりインタビューご覧いただきました。ではいくつかご案内させていただきます。 CS 放送の予定、第3回チャリロト杯、こちら浜松オートレース場で9月22日から25日までの4日間、ご覧の529チャンネル、10時25分から16時50分の放送です。続いてウォッツパーク杯、こちら川口オートレース場で9月22日から24日までの3日間です。こちらが528チャンネルとなります。ナイターとなりますので、時間は十分にご注意ください。さあ、それではこの10レース選手の直前情報を伝えてもらいましょう。やおちゃん、お願いします。はい、それでは10レース選手情報をお伝えしていきます。まずは1号車二村司選手、今節は羽がなくエンジンも特に手を加えていませんが、逃げ展開で気持ちよく自分のコースを走れているそうです。時間が変わっても動きはいいとのこと。スタートは短期より人と並んだ方が思いっきりいけるとスタート切って6周回走るだけと話していました。続いて2号車伊藤翔司選手、前節の山陽でも動きがよく、今節も引き続き動いてくれているようです。昼も夜も時間帯にあまり影響されず、羽もないし乗りやすいと話していました。スタートも今節感じよく切れているので、食われないようにしていく。タイヤは息子の翔馬選手にあげた勝負タイヤを今日は1日だけまた借りてレースに行くとのことでした。続いて3号車金山周平選手、前節ヘッド交換とピストン交換を行い、エンジンはそこから良くなったそうで、突っ込みで流れ込みがあると話していました。初日1レースで1着でしたが、夜の方が良さそうとのこと。また羽がないのが一番大きいとのことで、今日はしっかりとタイヤ選びをしていきたいと話していました。スタートは自分のスタートは切れているそうです。続いて4号車谷津啓司選手、エンジン状態はあまり良くなく、自分の欲しい力強さがないようです。最近は安定して純潔に乗れているイメージがありますが、ご本人はギリギリ乗れているだけと話していました。タイヤは今日当たり付けしたもので、スタートは自分なりには切れているとのことです。続いて5号車吉原恭介選手、今節は下回りを扱ったけれど、あまり変化はなく、とにかく羽に悩まされているようです。羽があるのもセットを合わせきれていないからなのかなと、この季節の変わり目は難しいと話していました。ギリギリまで羽が解消できるように調整していくとのことでした。タイヤは新しいもので、ス
タートは切れているとのことです。続いて6号車若井智和選手、前節クランクを新品にして裾も出るようになったし、伊勢崎の SG の時よりいい動き、いいレベルにあると今日は微調整程度とのこと。タイヤは昨日と変えていくが同じ番号のもので、スタートはいい位置つけれれば戦えるとクラッチ関係を扱っていました。続いて7号車荒井啓太選手、初日2日目とエンジンは合っていなかったが、昨日のレースは直線が行くしうまく合ってくれた、久々に他の人よりエンジン強めで乗り味も良かったそうです。久々にいいエンジンで、これで SG 戦いたかったなぁと話すくらいエンジン状態には手応えがあるようでした。また今節は羽もないようです。ここ最近ずっと羽に悩まされていて苦しい時期が続きましたが、羽対策をいろいろと試したことによって整備の幅やキャパが広がったと話してくれました。スタートに関しても以前はドカンと勝負して浮いてしまったりフライングするようなリスクが大きいスタートをしていたそうですが、今は鈴木圭一郎選手のように安定して速い方がいいとのことで、安定したスタートを切れるように練習しているとのことです。最後に8号車金子大輔選手、昨日は思想は 3.28 出ましたが、思想から軽さが気になり不安だった、レースでも軽すぎたと振り返っていました。ただそうは言っても昨日の一番時計で車の状態はすごくいいとのことで、セッティングで軽さを解消させていくとのことでした。タイヤは昨日のタイヤでいくとのことです。続いて天候情報です。天候は晴れ、気温は26度、湿度は 54%、 走路状態は両走路、走路温度は31度、風速2メートルです。こちらからは以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。さあレースは2つ目の準決勝戦10レースとなります。10レース発売締め切りとなりました。10レースの発売は締め切りとなりました。たくさんのご投票ありがとうございました。さあ G2 稲妻賞2つ目の準決勝戦10レース0-10の戦い、春の両走路、走路温度先ほどの発表で31度となっていました。さあそしてこちらのご案内です。伊勢崎オートレース場、9月23日土曜日祝日9時30分から15時で、ドゥガティジャパン公演のイベントが行われます。この模擬レースも行われるということですから、ぜひ、オートレース大好きなファンの皆さんもお越しいただきたいと思います。このドゥガティの、展示なども行われるようです。ぜひ9月23日バイク好きの皆さん、伊勢崎オートレース場にご集合ください。さあそして2つ目の準決勝戦10レースとなります。では10レース実況でご覧いただきます。 G2 稲妻賞シリーズ4日目、先ほど9レースから始まりました準決勝戦、まずは三浦航平、栗原俊介、地元両選手が優勝切符をつかんでいます。続いて行われるのは2つ目の準決勝戦第10レース、その第10レースのメンバーが走路へと飛び出していきます。
の第10レースはご覧のメンバーとなりました。0、10の戦いです。この後11レース、12レースと準決勝戦が進んでいきます。明日のファイナリスト8名をかけた争い、最後に走路へ飛び出していく金子大輔。昨日3日目1番時計をマークした金子。ハンデゼロです。三村敦さん、隣は伊藤昌司です。外には金山周平。5人が10戦からのスタート。最内谷津啓治、吉原恭介、昨日シリーズに2勝目を挙げています赤井智和、新井啓太です。昨日は久々の白星をマーク。そして思想は連日2秒台金子大輔。以上8選手による戦いです。人気の中心は金子大輔、そこから赤い新井へと人気が続いていきます。ブルーラックが消えます。5秒前です。3秒を切ります。第10レース準決勝戦スタートを切りましたが、赤ランプが点灯してしまいました。2本目の準決勝戦第10レース赤ランプ点灯、どうやら不適正発送があったようです。8番車のフライングのため再発送といたします。なんと金子大輔フライングとなってしまいました。点滅している数字は8番、すなわち金子大輔であります。3連勝で優勝を狙って対戦だったんですが、金子大輔ここでフライングとなってしまいました。従いまして2度目のスタートということになります。各選手がスタート位置へと再び戻っていきます。昨日は1番時計をマーク、そうは連日2秒台をマークしていた金子大輔、ここも人気の中心だったんですが、早いスタートとなってしまいました。改めてハンデゼロ、三村、伊藤、金山、出戦が最内から谷津、吉原、赤井、新井、そして金子、各選手が再びスタート位置についています。フライングとなった金子が人気を集める一戦です。2度目のブルーランプ消えていきます。5秒前、3秒を切ります。第10レース準決勝戦スタートを切りました。今度は決まりました。10戦のスタートは内の方から谷津啓治と吉原、吉原がアウトコースから4番手につけていく、そのまま2番の伊藤昌司も耐えていきました。3番手につけた吉原恭介であります。前の方は二村司、そして2番手が金山周平、その後ろ3番手が吉原恭介となっています。6番の赤井が4番手、レーサー2周目に入りました。先頭二村を追っていきまして3番の金山であります。その金山が1番二村のインコース捉えていきました。ここで3番の金山周平が先頭に、1番の二村が2番手となっています。3番手は変わらず吉原、吉原がインコースから捉えていく、一気に西車を捉えていくかといったところでありますが、1番の二村のインコースに吉原、さらに左右から6番の若井もやってくる。現在2番手は吉原、3番手が6番の若井となっている。若井が吉原を捉えていく勢いであります。若井の後ろに8番の金子大輔、アウトコースに1番の二村が続いていく。前の方は3番金山の内側に5番の吉原捉えていきました。先頭に躍り出ました吉原恭介。3番の金山が2番手に下がる。3番手は変わらず6番の若井智和であります。
前3人は吉原恭介、3番の金山が2番手、3番手が6番の若井智和、レーサー残り2周、終盤戦に入ります。若井のインコース7番の新井啓太、新井啓太が4番手、金子大輔が5番手となっています。先頭は吉原恭介、さあ6番の若井が金山のインコースに飛び込んでいきました。2番手を奪っていきました、若井智和であります。3番の金山周平が3番手、レーサー残り1周、ファイナルラップに入りました。先頭依然吉原恭介であります。吉原先頭、若井智和が2番手、3番手少し離れて3番の金山、アウトコースに7番の新井啓太、そして8番の金子が続いていく。ここは地元の吉原恭介だ。このレースフライングがありまして2度目のスタートとなりました。その第10レース1位入線となったのは吉原恭介であります。第10レースの入線です。ここは5、6、そして3番手が接戦、内7番外3番接戦です。わずかに3番かいや内か、第10レース確定が出るまで大切に投票券をお持ちください。確定ボードは5、6、3で点滅が始まっています。先ほど10レース1位入線となりました吉原恭介選手、先ほどの9レースに続いてここも地元5番車1位入線となっています。金子大輔選手のフライングもありました第10レース。その第10レース1位入線は吉原恭介選手、そして2番手入線は若井智和選手となっています。5、6、3の入線です。1着5番吉原恭介、2着6番若井智和、3着3番金山周平でした。10レースを制しましたのは地元吉原恭介選手、そして優出権利2着には川口の若井智和選手が入選果たしています。10レースを制しましたのは吉原恭介選手です。このシリーズは4着3着4着、少しドドドで悩んでいるというお話ですが、今日はすっきり解消したことでしょう、素晴らしい一着となりました。通算101勝目が上がっています。吉原選手おめでとうございます。では確定です。2連単56、5640円2連複5と6の組み合わせ2710円、3連単が56345,270円、95番人気、3連複3と5と6の組み合わせ6160円でした。その他の結果もどうぞ合わせてご覧ください。そして10レース制しました吉原選手の上がりタイムです。 3.408 でした。ということで今ご覧いただきました10レースからは1着入線吉原恭介選手と2着入線となりました川口若井智和選手、明日の優勝戦に進出です。おめでとうございます。10レースから優出果たしました吉原選手若井選手のインタビューが始まります。選手にとって大きな力になります。ぜひ皆様拍手をお願いいたします。ありがとうございます。まもなく選手がオープンカーに乗って到着してまいります。選手が到着いたしました。拍手をお願いいたします。おめでとうございます。さあではまず優勝戦に駒を進めた2名の選手にファン代表者から花束が贈られます。お願いいたします。選手の手に花束が渡りました。皆様拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。ではインタビューを始めてまいります。改めまして吉原選手若井選手おめでとうございます。ありがとうございます。ではまず1着の吉原選手から伺ってまいりましょう。今日の乗り味というのはいかがでしたか？そうですね、なんか手前がコーナーの立ち合いが良かったんで、それでスタートも切れて
良かったです。季節の変わり目難しいという、ね、お話もありましたけれども、今日はいかがでしたか？そうですね、本当レースのギリギリまでセッティングしてなんとか間に合った感じです。試走も、ね、出てましたけれども、試走の段階では手応えいかがでしたか？そうですね、連日ドドドがすごかったんですけど、今日はあまりなかったんで手応えはありました、うん、スタートはいかがでしたか？スタート1回目も2回目も切れたんですけど、1回目ちょっと自分なんじゃないかと思ってヒヤヒヤしました、うん、何か他に今日走っていて気になるところはありましたか？そうですね、ちょっと手前は良くなったんですけど、ちょっとエンジンがいっぱいになっちゃってるんで、まあそこら辺考えてセッティングしようかなと思ってます。はい、ではね、明日も頑張ってください。ありがとうございます。ではそのままお待ちください。続きまして2着は甲斐選手です。はい、優勝おめでとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。で、若さもあと声援上がってますけれども、ファンの、ね、声も力になっていますか？もちろんですね、僕はもうファンのために走ってますから、はい。そんな、ね、ファンのためにということですけれども、今日の、まあ、乗りやすさ気持ちよく走れましたか？昨日よりちょっと調整失敗したかなって感じだったので、とにかく5番にスムーズに、吉原君にスムーズにくっついていくようにイメージして走りました、はい。まあね、追い上げも、ね、ありましたけれども、エンジンの状態はいかがでしょう？今節は初日からずっといいので、はい、すごいです。この後の、まあ、手を加えるところとしてはもう本当に微調整だけで、いいと思います、はい。タイヤも羽根などはないですか？タイヤは今日初めてのタイヤ履いたんですけども良かったので、明日も同じタイヤで行きます。スタートはいかがでしょうか？スタートはスタートもう本当スタートだけですね。今日もあまり良くなかったので、バイクはもう仕上がっているので、 あともう自分の問題です。スタートとにかく早いスタート行きたいです、はい。そのスタートに明日は期待しています。はい、頑張ります、はい。ではですね、まだまだお話を聞きたいところなんですが、そろそろお時間となってしまいましたので、最後にですね、ファンの皆様に一言ずついただきましょう。まずは吉原選手お願いいたします。はい、初めて、伊勢崎駅伝の優勝戦に乗ったんですけど、明日は優勝します。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。若井選手お願いいたします。はい、吉原君の元気いっぱいの走りに負けないように自分も優勝できるように頑張りますので、ぜひ皆さん明日も本庄にご覧いただきたいです。お願いします。はい、頑張ってください。どうもありがとうございました。それでは、ということで10レースから優勝いたしました吉原恭介選手、若井智和選手の、勝ち上がりインタビューをご覧いただきました。